はい、皆さんこんにちは。伊豆もまさとです。今日はですね、憲法記念日ですね。それにちなんだ話をちょこっとしたいかと思います。で、まずですね、あの私が誤解されないためにですね、これはあのはっきりとですね、申し上げておきたいんですけども、私は戦争を推進してる側ではないです。好きではないですね、戦争はね。それとはまた別の話としてですね、憲法の正しい解釈という部分でですね、一つだけ。 まあですねこういうことを言うとですねまた右翼とかそういう話をですねあのレッテルを貼られる方がいるかと思うんですけども、えー、趣旨をですね私がなぜこの話をするかっていうその趣旨をよく、あのー、理解していただけたらと思うんですねその憲法解釈の、まね、故意による間違えということが、えー、言いたい部分ではあるので。 でですね、まずですねなぜあの竹島が侵略されたのかっていうことなんですけども、まあ、これはですねその当時の与党がですね、まあ、巡視活動の停止命令をしたからに他ならないんですけども、えー、よくですねあのこれまでの与党議員がですね必ず言うことでですねもちろん私は戦争をしてほしくない側,な側ではあるんですけどもでこれはですね その憲法の問題があるから竹島が取り戻せないというのは全くの大嘘なんですねどういうことかというとですねその竹島の,その選挙されている状況っていうことなんですけども、まあ、外国人に不法入国されて不法占拠されているっていう状態なわけじゃないですか。これですね外国だったらどうなるかっていうとですね その外国でいう海上警察が行ってその不法入国不法占拠している人たちを逮捕してえ裁判にかけるかあるいはですねまあ強制送還ねあなたたち引き取りなさいよということであの簡単に終わってしまう問題ではあるんですね。戦争放棄条項とかですねまあそういうことは関係ないその戦争行為とはまた違うわけです。 実際ですね、その日本が世界で国際的に認められている権限としてもですね、あの全く何かされても一切抵抗してはいけないという決まりにはなってなくてですね、あの正当防衛射撃とかそういった部分の基本的なものというのは国際社会で認められてはいるんですね。例えば相手が撃ってきたらあの自分の身を守るためにね撃ち返してもいいとかそういうことはあの国際社会のルールとして 許されている範囲の中に日本も当然入っているわけなんですね、まあ、これはですね。 あの憲法があの戦後の憲法が制定される段階でどの程度の権限を持たせるか持たせないかということはその諸外国が議論をしまあ連合国がですねまあしているわけなんですけどもさすがにそのね敵が何かやってきても何もできないというのはおかしいだろうという話になってですねその防衛をするということに関しての概念には残すべきだという話があってまあそういう正当防衛射撃とかいう概念は以前からあるわけなんですね。 まあなので何をやられてもあのただひたすら耐えなければいけないあの何もしてはいけないというわけではないんですね実際にね。ただその軍事的な行為云々それ以前の問題としてまあ外国で言えば今言ったように海上警察がその不法入国不法占拠した人を逮捕して追い返すというだけの実にシンプルな話なの。じゃあなぜこれができなかったのかっていうことなんだけども。 その憲法の問題があるからできないということをよく政治家が嘘をつくのかっていうことなんですけどもまあ結局そうねできない理由を何かね述べなければいけないでもちろんそれは自分がだらしがないからできてないんだっていうわけにはもちろんいかないじゃないですか何らかの嘘をつかなければいけないまあそこで憲法の問題があるから何もできな,かできないというまあ定説的なですねもう歴代のがまがあるわけですね。 これはの石原慎太郎さんなんかもそう言うんですけどもまあこれははっきり言って嘘と言っても過言ではないです。ね不法入国不法占拠した人をただね逮捕してあの返すだけの実にシンプルな話なわけですから戦争行為ではないんですね。そのの単純なその逮捕の話を 相手がその戦争行為だというふうに拡大解釈していくかどうかっていうのは、また別の話なわけで、それは相手の動きなわけじゃないですか。そうした時に、本来であれば、その国連に話を持ってってですね、あの仲介に入ってくれというふうに話を持っていったら、まあ良かったわけなんですけども、まあ戦後すぐの日本はですね、まあ、その発言権がそんなにないというふうに、まあ、思い、ね、思っていたわけですから、まあ、その辺はまあ、小さくなっていたというのが、まあ。 あの正しいところではあるんですねただまあそれで不法占拠されたままでそれでいいというふうにはもちろん思わない部分はもちろんあるんですがまあここ数年ですね特に韓国の方も内情は随分変わったところがあると思うんですね。それはですね韓国の大学教授であるとか高校の教師がですね正しいあの会食をしなければいけないということで韓国はただの一度も竹島をあの所持したことはないと。 これはあの言いがかり的な部分であの侵略したものだという結論をまあ韓国の識者もそういう結論を出しているところがありますからねあのまあ知ってる方は知ってるまあ韓国の中で自分で勉強しててあの今インターネットなんかがありますから政府の嘘をうのみにするばっかりではなくて韓国人も自分で勉強してる方もまあいるわけであの戦後すぐですねその ね、領土分割の話っていうの,どその領土の区画分けをすな,せるなされる時にですねその韓国政府がその米国に注文したことっていうのがあってですねあの三つ島をよこせっていうことを言ってですねまあ一つは竹島二つ目は対馬、えー、三はその架空の島っていうその架空の島ってなんだっていうことをその米国側は聞いたらどこにあるかは分からないけどどっかにある島だっていうふうに言ってまあ それを聞いたた米国が失踪したって話もあるんだけどその竹島と対馬とその架空の島この3つを分割しろということを言ってきたとでそのことについてあのじゃあこれ何かあのね確たる証拠っていうのは何か根拠が韓国側としては示せるんですかということを米国が聞いたらその韓国の外交がですねまあ示せないとまあ示せないけども自分たちの領土だっていうことを言っていると。 これはです、ねまあ、日本人がこう言ってるわけではなくてです、ね、その韓国の識者たちがどのような外交をしたかということを分析をしてです、ね、あの近代国家と肩を並べるような外交力というのがなくそういう経験もなかったためにこういうなんか幼稚な外交になってしまったということをまあ述べているわけなんですけども、まあ、事実としては、まあ、日本のものを侵略したということを識者たちはまあ認めてるというのが本当のところではあるんですね。 でまあ、何がここで私が言いたかったかということを、えー、まとめさせていただくとですねまあその、ね、憲法解釈に嘘があったということが一つですねまあその私はその戦争反対だということを申してるじゃないですかだからそのただ単にその憲法の解釈が正しいか正しくないか云々というところでその戦争放棄条項には実際には抵触はしない,いことではあるんだけど そうだと見せかけて国民に話を聞かせるっていうのは,そは一種のトリックなんじゃないかと私はそう思っているっていうえつまりその政治の低たらくをごまかすためにどのようにごまかすかってだからその憲法の問題があるか何もできなかったっていうその言い訳ですね、まあ、そういうところが一つあると思うんですね。 本来で言えば外国で言えば海上警察が行ってその不法入国した人を逮捕してその送還するという作業をするわけでそれは別に戦争行為ではなく警察行為といった方が分かりやすいと思うんですね。だからその辺のトリックが長い間あるもんだからみんながそう思い込んでてああこれはね憲法とね関係があることなんだなっていうふうにねそういうふうに思ってるんですけども。 まあ実際には戦争放棄条項とは関係がないことではあるんですね。だからまあ政治の低堕落をそうやってごまかしてきたという部分が私はいいとは思わないというそのことが言いたかったわけですね。まあ、あとまあ最後に述べた、ね、こう近年においては特に、ね、韓国の識者たちが その竹島の実態といってですねどういった経緯でその編入されたかという部分をその暴露してですねまあ嘘をついているのは韓国政府の方だということを言ってたりはするんでまあ昔に比べればだいぶ理解が深まったところはありますねまあだからといってじゃあ返還しますよっていうふうな話にはならないんだけども昔に比べればただ単にその韓国政府の嘘をうのみにしてみんながその韓国の国民がですよ扇動されて まあ言いなりになっているっていう状況とはまあだいぶ緩和されてきたところはまあ少しはあるよねっていうところがまあ言いたかったわけですねでまずこの話をしたのはまあ憲法の日にちなんでですね何か一点、あのー、話をしてみようかなっていう部分で、えー、こんな話をいたしました別に戦争肯定ではありません、えー、戦争はねしない方がいいことには越したことはないですからね。 えー、以上になります。えー、今日はですねどうも聞いてくださってどうもありがとうございました。えー、もしよろしければですねチャンネルを登録をしていただけるか、えー、いいねをしていただけると私の大変励みになります。えー、ありがとうございました。